どうもおはようございます萩山さん、まあ、いつもねフェイスブックの投稿は拝見しておりますで萩山さんとの付き合いもねもうかなり長くなって10年にはならないけども10年近くになったんじゃないかなと思うんですよまあもちろんね今はねちょっとこう住む土地を離れてますので、えー、ちょっと距離があるような感覚がありますけどもそうですね数年前ですよねなんか一緒に焼肉付き合ってもらって、まあ、私もねなんかすごくいい時間を過ごさせてもらったなと思います まあ、その後何があったかね、もう一個なしということになりますけども、まあ、いつもね、あの、お身内の方を大切に思う萩山さんの気持ち、私も見習うところが多いなと思ってます。えー、今回、うん、友人としてこうやってね、また動画を撮らせてもらったんですけども、またお会いできる機会が今年あればなと思っております。まあ、いろいろとありますので、萩山さんにもね、えー、こなさなければならないこととか、 あるんではないかなと思いますまあ、多分今年が何かこうきっかけになる1年になるんではないかなというふうに記憶してるんですけどもそうだったですかね、うん、またお話聞かせていただければと思いますのでこれからもよろしくお願いしますそれでは一旦失礼します